皆さんこんにちは、ともやです。やっほー、みねです。今日はですね、先日東大で行われた培養肉についての講演会があって、それに行ってきたんですけど、今回はそこでもらったお土産がいくつかあったんで、それを紹介しながら培養肉についてのお話もちょっとできればなっていうふうに思ってます。もらったのは2種類、豆菓子で水食顕微、ここにビーガンマークあります、と大豆ミートのミートソースですね、あのパスタに絡めるやつが、これも同じでビーガンマークが。ということで、じゃあ先に豆菓子を食べていこうかな。はい。はい。あれこれなんか全部ないんだけど。あれ食べた ?1 個だけね、そういえば残しといたんだよね。1個だけ残しといたんだよね。ちょっと1個ちょうだいよ。1個だけ残しておきました。はい。はい、こんな感じです。はい、そう、こんな感じ。穴が開いてて、この中から見えるんですけど、大豆が入ってます。そうそう。あ、ぼやけた。いただきます。いただきます。丸っこいのの中に大豆が入ってます。いただきます。竹炭の微粉末を巻き込みました。だって動物性原料を使用せずに作った体に優しい大豆のお菓子です。美味しい。うん、結構止まんなくなる味だね。うん、しかも結構入ってるね、これね。結構入ってる、うん、あ、しかもグルテンフリーじゃん、これ。しかもトランス脂肪酸もゼロ。そしてお次は、次は大豆ミートのミートソースで、これを3から5分茹でて、レンジって書いてあるけど、ともやくん家にはレンジがないので、これを茹でて、パスタを茹でて、で、いきましょう、うん、パスタが茹で上がったんで、かけていきます。手こずってる方いますが、あ、ちょっと暗くなっちゃってるけど、あ、結構入ってるね。こんな感じでーす。結構なんか入ってるね、野菜が。うんうんうん。キーマカレーみたい。これ何カレーだっけ？いや、カレーじゃない。あ、カレーじゃないよ。ねえ、一瞬カレーと錯覚したわ。てだー。いただきまーす。はい。いただきます。どうですか？うん、さっぱりしてる。うん、やっぱでもなんかさ、植物性のさ、食べ物ってさ、さっぱりしない？ビーガンのバーガーもそうだけどさ、胃もたれしなくない？油がなんか少ない、良質というか知らんけど。一応チンして食べることもできるみたいです。ビーガンって料理とか手間かかるってよく言われたりもするけど、最近結構レトルト系のもの増えてきたよね。イオンにプラントベースのセクションがあったりとか、イオン行った時はみんなチェックしてみてね。培養肉の公園でびっくりしたことというか、学びになったことみたいなのある？なんだろうね。培養された肉って白いらしいんですよ。っていうのも、培養肉の研究してる先生が話したのは、要するに鉄分を含めるようになった時に肉って初めて赤くなるみたい で、あと培養された肉っていうのは動物性の味がしないって言ってましたね。今東大の先生が培養してるのは牛さんの血清を使って作ってるんですけど、牛の味がしないってこのフレーズのまま言ってました。牛の味がしない。培養肉って、あ、そうなんだっていうのが、で、培養肉の研究では味をどれだけ再現できるかみたいなのが課題だっていうのを東大の先生はおっしゃってたね。培養肉の作る過程で、まあ、環境負荷が低いっていうのが作る理由として、まあ、挙げられるんですけど、まあ、実情としては、まあ、今現在のスタンダードな培養肉の作り方だと、牛を育てる環境負荷とかに比べたら低いけど、鶏とか豚の、まあ、作る過程で与える環境負荷っていうのよりかは、培養肉の方が環境負荷が大きいっていうのがあって、環境のために培養肉っていうのは一概にこう今の研究段階ではこう言いにくいっていう。動物の福祉と環境と食糧難と安全って言ってたね。豚熱とか鳥インフルエンザとか、あとそれこそ自給率の話もしてたね。安全っていう、だからなんかシンガポールだったかな、食糧不足を解決するために代替肉と培養肉の需要がすごい高いらしくて、食糧自給率を上げるためっていうのも話してました。なんか培養肉とはちょっと話それるけど、金持ちな国ほど肉の消費量が多くなるっていうのはデータとして出てて、それ結構衝撃だった。データ出てんだなって思った。うん、って感じかな。一応東大でやってる研究の培養に使ってる材料って言ったらあれですけど、東大の先生が公開して言ってたのは、生牛の血清を使ってでやってるって言ってて、本当は胎児、子供が身ごもったまま屠殺されるっていう牛さんって結構いるんですけど、その子牛の血清というのはすごい高価なものらしくて、東大の研究では生牛の血清を使ってる
るっていうことでした。やっぱ屠殺で殺される時に牛さんから50キロ以上ぐらいの血が出る、放出されるからっていうことをそのままフレーズで言ってて、ほとんどノンビーガンのオーディエンスの中でなんかどう思ったんだろうって個人的には思ったけど、まあみんな何も思わなかったのかなって思いつつも、聞いてた身として結構インパクトのあるフレーズだったなとは思う。だって50キロぐらい放出されるの、いやそうだよなと思って、いやてか50キロで済むのみたいなちょっと思ったりしたけど、牛さんってでかいじゃない。そんな感じで、まあとりあえず生牛の牛さんの血清を使ってスパイ用を研究されてるということでした。もう一個お土産をもらいました。東大の中央食堂と駒場食堂で使える機会券がもらえました。こんなんです。一応なんかメニューとしては4種類ぐらい東大の食堂で食べれるみたいで、一応裏に書いてあるんですけど、東大には基本的にビーガンが食べれるようになっている2022年からなんですけど、ベジプロジェクトさんの働きかけと、あと多分東大生の中で導入してくれたということで、ビーガンマーク付きの食事が食べれるそうです。600円ぐらいで食べれるって書いてあったので、行けたら行ってともやくんと一緒に動画撮ろうかなとか思ってます。いいよね、学食で食べれるね。そうだよね、小学校とかでもそういう風にしてほしいね。うん、一緒にもらったんですけど、さっきあの少しチラッと出たベジプロジェクトの商品、まあビーガンマークのついた商品がたくさん置いてるネットショップとかもあるんで、まあもちろんね、東京に住んでない人とかもたくさんいると思いますし、スーパーにビーガンの食材興味あるけどなかなか売ってないっていう人とかには、まあここだけじゃなくても楽天とかでも売ってますけど、興味ある人いたらぜひチェックしてみてください。ロコヤっていう、ロコヤオンラインショップだそうです。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日は先日の公演でもらったお土産を紹介して、ちょっとだけバイオニクの公演のことについてもお話ししました。もしこの動画良かったなっていう人いたら、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバーイ。あれ？自分しか消えんかった。俺はただの兄者でもビーガン、うん、じいちゃんになってもかっこいいじゃん。誰でもいいんだ、リーダー信者関係ない、審査なんてない、小さな世界で鎖に縛られたい、身近なところで言いたがってない。正直